どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方お願いします。というわけで、今回なんですけれども、Apple TV Plus で配信されるゴジラモンスターバースのドラマの気になる最新情報に関して、ちょっと話したいと思います。Apple TV Plus で配信されるゴジラモンスターバースのドラマは数シーズン計画されており、ファーストシーズンは全10話で構成されていて、国際色豊かな5人の監督がメガホンを取り、マーベル・シネマティック・ユニバースに関わってきたクリエイティブチームが参戦していて、東宝も制作総指揮にあたり、日米合作とも言える大作ドラマシリーズとして現在制作が進行中なんですよね。モンスターバースの劇場公開映画の最新作のゴジラ&コングと呼ばれている作品と同様に、大まかなプロット、キャストなどは発表されているものの、物語の核心に触れられるような情報などは全て秘匿とされており、現在わかっているのは、ドラマは2014年に公開されたギャレス・エドワーズ監督のゴジラの物語の直後から始まり、主人公は自身の親族が巨大生物の存在を隠蔽してきた秘密組織モナークとつながりがあることを知り、その謎を解明するために動き出すというもので、東京も大きな舞台として登場して、ファンタジックな路線が目立っていたゴジラキングオブモンスターズとは違ったリアリティ路線で制作されており、ゴジラ&コングと呼ばれている最新映画と設定上の何かしらのつながりがあり、新旧の怪獣が複数登場してきて、今後のモンスターバースに大きな影響を与える作品になるということだけなんですよね。今回はこのモンスターバースのドラマシリーズに関して気になる最新情報がいくつか浮上してきたので、ちょっと紹介したいと思います。まず今回のモンスターバースのドラマの時代設定に関して発表されている内容が、海外有名インサイダーである KDM によってアップデートされたんですよね。その内容はというと、今回のドラマは世界観の構築というコンセプトが大きく、いくつかの過去のティーザー映像や画像の謎が明かされる。ドラマは2014年に公開されたゴジラの直接的な続編であり、また2014年のゴジラの前日譚でもある。あなたが抱えているいくつかの疑問が解決されるってもので、今回のゴジラモンスターバースのドラマが2014年のゴジラのその後を描く物語であり、また2014年のゴジラの前日譚であるということをはっきりと示しているんですよね。2014年のゴジラのその後を描くということは、キングオブモンスターズの前日譚ってことって思う方も多いと思うんですが、そうではなく、キングオブモンスターズでの出来事よりさらに手前の2014年のゴジラの数ヶ月後までが2000年代の舞台としては登場するのですが、その後は1950年代と2014年の間をストーリーは行ったり来たりする回想録のような形式になるようですね。なぜ1950年代なのかってところは明かされていないんですが、2014年のゴジラの劇中で渡辺謙演じる芹沢博士は、原子力潜水艦がゴジラを目覚めさせてしまったと語っており、それまではゴジラの存在はモナークですら予期していなかったっていうことは明白なんですが、第二次大戦後で世界がまだ脆弱だった時代にゴジラが現れるって結構な事件だと思うんですよね。でもそれはこれまで映画の中では言及のみにとどまっており、ゴジラが1950年代に出現して何が起こったのかは語られていないんですよね。でもそれはこれまで映画の中では言及のみにとどまっており、ゴジラが1950年代に出現して何が起こったのかは、水爆による攻撃以外は語られていないんですよね。おそらく今回のドラマでは1950年代に原子力潜水艦の何かしらの行動によって目を覚ますゴジラの様子なども描かれるかもしれませんね。1950年代に目を覚ましたゴジラですが、その後2014年までの活動の実態は映像化されていないので、とても興味深いですよね。モナークによって隠蔽されてきたけれども、実は多くの場所に出現して敵となる怪獣たちと死闘を繰り広げていたとかだったら、想像するだけでちょっとワクワクしちゃいますよね。この情報を聞くと、コミックで発売されているゴジラアウェイクニングやゴジラアフターショックにつながる感じに受け取れるのですが、コミックで描かれる年代とはまた別の年代が登場するということらしく、
コミックに登場してきた篠村、ムートープライムなどの怪獣は登場しないようですね。また余談なのですが、ムートープライムに関してはアフターショックは映画とはパラレルとして扱われており、映画のタイムラインではゴジラとムートープライムの戦いは起こっていないため、キングオブモンスターズに登場したミュームートーの存在もあるので、実写作品に登場する可能性は低いと思いますね。話を戻しますと、今回のゴジラモンスターバースのドラマで重要な要素は主に1950年代に登場すると思われるんですよね。現代のシーンは2014年代しか登場しないようなので、重要な要素を描くには少し尺が足りない感じがするんですよね。1950年代にゴジラに何が起こり、一体どんな出来事があって、その事実は隠蔽されてきたのかが本当に気になりますよね。いくつかの過去のティーザー映像や画像の謎が明かされるっていう部分も気になりますよね。2014年のゴジラが公開される前に多くの謎の情報が配信されていたので、覚えている方も多くいらっしゃると思うのですが、 KDM によると今回のドラマで重要な要素としてフィリピンに関するものが登場するということなんですよね。まだ2014年のゴジラのコンセプトも初期段階だった頃に制作されたティーザーイメージの画像でも、フィリピンと思われる場所が複数登場しており、巨大な洞窟や立ち入り禁止とされている地域、当時はまだモナークではなくムートオーガナイゼーションという名前だった組織のヘリコプターがフィリピンのジャングルの上空を飛行する様子などが登場しており、2014年のゴジラの初期案では実はかなりフィリピンは重要な場所として設定されていたことが匂わされているんですよね。確かに今回のドラマにはフィリピン系の役者さんも数人起用されており、フィリピンも舞台として登場するのではと以前から噂はされていたんですが、フィリピンといえば2014年のゴジラでも重要な要素として登場していましたよね。そう、ムートーの卵が産みつけられたゴジラの動詞の骨が鉱山で発見されているんですよね。コミックのアフターショックではムートープライムがその犯人だとされているんですが、映画内ではムートープライムは存在していないので、その設定は採用されていないとなると、フィリピンには一体何が隠されているんでしょうか。ムートーとの戦いがあったのは間違いないと思いますが、それ以外の要素に関しては全く予想がつかないですね。もしかしたらまだ未知の怪獣がフィリピンには潜伏しているのかもしれませんね。続いて一部の方には朗報なんですが、ゴジラモンスターバースのこのドラマシリーズは Apple TV プラスでの配信限定シリーズとなっていると紹介してきたんですが、どうやら展開が変わってきたようで、 KDM によるとブルーレイと DVD が北米と日本で発売されることが決定したようです。時期的には2024年の6月以降になるようなんですが、 Apple 製品などを所持しておらず Apple TV に加入できない方々にとっては朗報ですね。 Apple TV に加入できる方は配信開始されたらすぐに視聴できるのであまり関係ないかもしれませんが、ソフトを手元に置いておきたい方もいらっしゃると思うのでご紹介しました。今回のゴジラモンスターバースのドラマシリーズはモンスターバースの実写映画の5作目とある程度のつながりがあるとも示唆されており、見逃せないコンテンツになっているのは間違いないと思います。ただ皆さんが想像しているような、これを見ないと5作目の内容がわからない部分が出てくるというものではないそうです。またメインの敵怪獣が共通しているといったものでもないようなので、5作目の劇中でドラマでの出来事が少しだけ言及される程度なのかなと個人的には予想しています。また新しい情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。